したんだよね。そう。なんかさ、アメリカって離婚に対しておめでとうっていうセレブレーションするの。なんで？新しい人生が始まるから。はあ、そう。だからネガティブってよりもポジティブなの。ポジティブなの。じゃあそうだよ。ポジティブに生きないとダメなのね。そうだよ。おめでとう。ありがとう。新しい人生を歩み始めたタカさんにローラからアメリカ式の祝福が。